はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。新炎王ポニックスです。こいつの顔、結構よく見るとムカつく。本日なんですが、炎王のですね、ちょっとカスタム構築というか、をご紹介していこうと思っておりまして、炎王っていうデッキ、いろんな、まあ、炎属性のテーマと結構、割と相性がいいっていうのがありましてですね、結構その、スネークアイとか、あと、ヘイズビーストとかも今後動画にしようと思ってるんですけど、今回持ってきたのはですね、鉄獣トライブルゲードです。トライブルゲードはこれ何が相性がいいかっていうと、まずですね、炎属性がかなり、いっぱいいます。例えばフラクトール炎属性で重戦士族で、キット、炎属性獣族ということで、この辺のモンスター一応手札に引いてる場合に結構その破壊してあげるとガルドニックスが出てきたりとか、あとですね、ポニクスをサーチすることも実はできます。これどういう風にやるかっていうと、このね、協調のシュライグっていうモンスターがこれ墓地へ送られた場合に除外されている、自分の獣族、獣戦士族、鳥獣族モンスターの数以下のレベルを持つ、この、トライブルゲード種族のモンスターをデッキ化手札に加えるってことで、これをね、使うとポニクスとかサーチできるんですよね。で、ケラスとかから入ると基本的には召喚権使わないで、ここまで協調のシュライグまでいけるようになってますんで、この協調のシュライグを先行行った前に一体使ってリンクサーにすることによってポニクスにアクセスするっていう動きもできるし、あと重ね引きした時ですね、例えばフラクトールと、ディアベルツァでやるとか、フラクトールと、そのポニクスみたいな感じでこう重ね引きした時に、シンプルに手数になるんですよね。トライブリゲードは一応その、他にも、なんかその炎王種族系の炎王種族、トライブリゲード種族系のモンスターがいると特殊召喚ケラスしてから動けるんで召喚権使わないんですよね。だから普通にポイントスしても召喚できるし、あとディアベルスターからの、現在ホスネークアイポニクスは基本的に召喚権を使わないので、ここで重ね引きすると手数にもなるということで、でしかも除去方法が炎王ってやっぱ破壊するといろいろモンスターがその湧いて出てきたりとかしてちょっとめんどくさいんですけど、鉄獣ってね、除去方法が破壊じゃなくてバウンスと除外なんですよ。でこれもね、結構ね、炎王対炎王に対して結構強いところでございまして、ちょっとこのね、この非常に相性がいいデッキ、これの動き方、皆さんにもお見合いしていきたいなと、はい、いうふうに思ってます。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。反動は結構強そうだね。これフラクトールさんの効果起動する、フラクトールさん効果起動して、キットちゃん落とす。でも懐かしいよね、もうこの動き。最近ちょっと鉄獣あまりにも使ってなさすぎて回し方忘れてるんですけど、ちょっとプレミアしたらごめんなさいね。で、ケラス持ってくる。これはですね、ケラス召喚から入って、効果使って相手の誘発をちょっと受けましょうか。無限法要かエフェクトメーラーかなんかありそうだな、その辺。トライブリゲードケラスの効果発動。カード1枚除外。で、この後ね、リンクスワインするときには、獣、鉄獣種族のモンスターしか使えなくなっちゃうんですけど、エルフ打って、これでね、無限法要とか、エフェクトベーラーとかを、一応ケアできるんで、スプライトエルフさんのリンク先にモンスターを出していくことによって、多分これも、もしあるんだったら、多分打たないといけないから、相手。エルフ効果。で、対象は、キット。そうだよね。オッケー。一応踏めた。ってことは逆に言うと、これ、このディアベルスターから、展開が通るので、一応相手の無効系はここで踏んで、で、ディアベルスターの効果で、キットを墓地送って、特殊召喚。一応、リンク下げ出す意味あんまないんだけど、もう、エルフの効果は無効になってくから。で、黒魔女ディアベルスターの効果、こっからですね、あれです。炎王展開に移行します。はい。ちなみに、鉄獣展開から、いきなり初手でですね、あれを出しまして、なんだっけ、トライブリゲード、シュライグさん。協調のシュライグさん出して、協調のシュライグを、リンク、で、墓地送ると、ポニクスをサーチできます。一応ね。ちょっとその動きできんかったけど、今回は。白の木しないんだけど、ディアベルスター引いてるときはね。で、これで、ガルドニックスを持ってきまして、で、炎属性破壊されたからガルドニックスぶっちぎれる。
でガルドニックスがぶち切れて特殊召喚されて、はい、で、ガルドニックスの効果発動して、ですね、これはですね、まあガネーシャとかでいいかな、ガネーシャ爆破して、で、ガネーシャの効果で、キットを特殊召喚する。でこれガネーシャで特殊召喚したモンスターは効果が無効になっちゃってるんで、まあそこだけ注意といったところですかね。で一応2体でマスカレーナ作って、でこれで、スタンバイフェーズに一応破壊されてるんで、あのポニクス帰ってくるから、ポニクス帰ってきて、でエルフの蘇生とマスカレーナで、リトルナイトできるし、まあ墓地にガルドニクス落ちてるから、エルフ破壊されたら蘇ってくるみたいな感じですね。はい、まあ割と、まああの、無限砲を撃たれたけど展開的にはまあまあ妨害は残っているかなといったところ。ちょっとね最近ねガンマやよく飛んでくるからね、ガンマケアはね基本的にはしていきたいんでね、なんかね、あの意外とみんな入ってると思うので、まあ、ちょっと一回ね、スルーしまして、この辺はで、ポニックスだけ、スタンバイで帰ってくるので、俺これ次のターンもリソースになるんで、これサーチしといて、サーチとか回収しといて。あーポップですか、なるほど、ポップポップ言うてきて、ポップルス鬱陶しいな。まあでもこれ反逆って言われたら、まあ、どっちか効果使えるから、まあ、多分大丈夫なんじゃないかなと思います。どっちかというかどっちもか、別にマスカレーナも効果使えるし、エルフも効果使えるんで、まあ、反逆言われて、反逆打たせて反逆を回避していくっていう、華麗にっていう作戦でいきましょう。これちょっと G1 を打っといて、でちょっとエルフの効果先に使えるんでしょうか。でこれで墓穴って言われたら、ああ通る、 OK、 墓穴って言われたらあのエルフで蘇生すればいいからね、あの増字を。はい、なのでもうあと大丈夫ですね、何言ったらでも。あ、オッケーオッケー。反逆どっち？あ、ちょっと対象で取るのか、どっちかそっちしかないのか。スプライトエルフの効果。トライブリゲードキットを蘇生しておきます。で、エルフをリンク素材にして、マスカレーナの効果を使うと、リトルナイトが出てくるよ、という感じでございますな。でエルフは、置かれました。いいでしょう。まあ、まだまだ言うて妨害は残ってありますよ。マスカレナリトルナイトからの、無限包容ありますし、まあ、最悪、炎属性このまま破壊されるようであればガルドニクスも墓地いますからね。でしかも手札にポニクスがいますんで、まだ全然なんとなる。でリンクリボー OK、 リンクリボー OK でポプルス OK、 OK、 いいよ。リンクリボー鬱陶しいな、リンクリボー鬱陶しいけど無限包容かわされるんだよね、結構。リンクリボーが墓地に行くと。それがガチでうざい。さあ、お相手し展開は、ディアベルスターか。はいはい、ディアベルスター。で、特殊召喚で効果発動。まあ、これは結局止めても止めなくてもな、なんか持ってられると、あんまりみたいな話あるよな。あ、シルビアか。なるほどね。オッケー。あー、オッケー。で、反逆の財宝で、リンクリボーを、いやー、これ強いなー。結構、打つ、リンクリボー、効果、リンクリボーがリリースされる、変身される、変身される。いや、まあ、打つしかないね。打つしかない、まあ、ここは。で、リンクリボー使われる、リンクリボー使われる、あ、オッケー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 。了解しました。了承です、いいでしょう。で これで一応スネークアイエクセルどかせたんで、まあ、リクルートは結構入りづらいとは思うけどね。で召喚券多分これ使っちゃってたよね確か、一応。あーポップルスか、なるほどね。でポップルスが出てきて、でサーチ効果も使ってるから大丈夫で、キリンの効果はこれ強いね。これキリン使うとこれガルドニクス墓地から蘇ってくるんで、これめっちゃくちゃ強いですね。このキリンはめっちゃくちゃ強い。なるほどね。あ、ヒータか。じゃあヒータはちょっとさすがに処理するか。マスカレーナ効果発動、ヒータ除外で、チェーンキリン、キリン効果爆破出てくる、
キット破壊するよ。もうこれポニックス破壊しちゃっていいか。ポニックス破壊、キリン特集で、マスカレ効果、リットルナイトで、ここは素材はキットにしてオッケーで、マスカレ出すでしょ。でマスカレ効果、あ、マスカレじゃない、リットルナイト効果、対象はヒーターで、ガルドニクス効果で、さらに、キット効果。いや強い、これは強い。めちゃくちゃ理想ムーブできてる。まあ、ちょっと同時で切り引かしてもらったからってなんだけど、墓地を送るのはなんかうんこしかねえもん。墓地を送るカードでガルドニクス特殊召喚、うい、でリトライト除外で、ガルドニクス効果、キリン爆破で、キリン効果、自分の力、ガネーシャ特殊で、さらに追加で、まあ、小道具みんな追加で相手のカードを破壊していく、もちろん前。強え、最強やん。え、なにだーに、やばい、ちょっとね、ガネーシャパクられるやんこれ、マジか、やばい、それはやるやん。いや、やるやん、やるやないか、なかなか。ちょっとガネーシャ君はちなみに何に蘇生しても結局エンドフェーズ死ぬからあんま関係ないんだけど、これ天童よしみマジ強いやん、マジかよ。天童よしみクソついて草だわマジで。でもこれで一応相手モンスター特殊化してきたら、あれだ、マタリティ抜いたんだ、ガルドニクスマタリティちょっと抜いたんだよね、枠なくて。あ、それはちょっと回収ダメです。わらし効果打ちまして、財宝界の効果でワンチャンを作らせるのをやめまして、で、グリカラで、パクられてもそんなにヤバいカードは、あ、金券ね、はい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 、で金券で、まあ、一応まくりを拒否していく。あとは相手、天童よしみと、まあ、こっちの墓地からパクる炎属性、炎属性じゃなくて、まあ、こっちの墓地からパクるモンスターなんかヤバいやついたっけ、ガネーシャだよね、そうだよね、ガネーシャ、はい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 、いいでしょう、オッケーオッケー。で、ガネーシャ効果で、ぶっ壊されていく。いや、ガネーシャうぜえな、マジ。ガネーシャバカうぜえ。で、ちょっと財宝狩りの、悪魔の効果を使いまして、これあれですね。永続、魔法化されたエルフとかをコストにもできますから、これ強いですね、なかなか。はい。で、あ、ポニックス帰ってくるか。ポニックス帰ってくる。ポニックス帰ってくる、どうすっかな、これポニックス召喚して効果使わせに行くとかもありだな。まあ、ちょっと一応ちょっと財宝狩り使うか、財宝狩りで現財宝戻してワンドロー、はいはい、あー、ウィラーね、ガネーシャだけや、あとはガネーシャだけっしょ。で、なんか、やべえさとかいいかいいか。あー、エールフィーのか。まあ、間違えたわ。で、こうするだろう。で、デアベルサ効果、ちょっと時間ないんだよね、意外と。意外と時間ないっていうね。ちょっと先行展開にちょっと時間使いすぎたわ。で、デアベルサ効果発動します。反逆持ってきます。ガネーシャですよね。で、これでも、クリカラ天童さんをちょっとコストにしなきゃいけないの弱いでしょ。ってことはもう、あともう妨害ない。あと、伏せカード1枚だけ。はいはい、でコストでそいついなくなる。ポニポニーポニ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 うるさうるさ。でポニポニさんで持ってきた炎王進展章で、相手の伏せカードと、いやもういいよこれ、ね、破壊して、でガルドニクス君の効果とガネーシャの効果も一応起動で、対象キリン、まあ、あとは打点並べれば勝ちなんで、ね、やばい、ちょっと時間ない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 、急ぎましょう。で、鉄獣入ってるとやっぱ鉄獣ってさ、先行展開するのにさ、まあまあ時間使うじゃん。で、時間なくなりがち、まあ俺がデッキに慣れてないってなんだけど。で、ガルト効果発動しないでバトルフェーズ入って、ってやって、オッケー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 。はい、はい、対戦、ありがとうございました。
よし。なるほどね。うらら1枚しかないけど大丈夫ですかね僕のこの手札。サラマングレイトか。サラマングレイトはちなみにどこにうらら打つか問題って結構難しい問題だと思うんですけど、皆さんいつもどこに打ってます？なんかさ、俺思うんだけど、サラマングレイト相手しててなんかさ、こういうさガゼルとかのさ墓地効果とかに、墓地落とす効果とかにさ、これうらら打っても大体貫通されんだよ。なんかもう俺レイジングフェニックス転生の効果にうらら打つのが一番いいんじゃないかと思ってて、あとここでさうららをさ打ってもさ、結局その引いたトガ姫でなんか貫通されるんだよね、レイジングフェニックスは。ってなんでこれもうレイジングフェニックス出てきて転生リンクでサーチ効果にうらら打つようにしてるんですけど、皆さんはどうしてます？サラマンのこれ皆さんの意見も聞きたいですね。まあいつも通りにね、最強展開という感じですか。あ、トガ姫ね、オッケーで、トガちゃんが出てきて、まあでもあれだな、サンライトウルフで一応なんかうらら回収みたいな動きはされんかったから、まあまだいいか。あ、サンサンか、なるほど。方針かなんか出てくるのかな、これ。方針入ってる人結構多いですよね、これね。これ強いですよね、これね。はい、で方針の効果、方針さんの効果発動して、デッキからレベル3の炎を出せるんで、これでなんかうららとかをねなんか出してきてさ、サンラマングレイとミラージュサレルの効果でなんかうららを回収するみたいなさ、犯罪みたいな動きしてくるんだよ。まあ、今回はそれはなかったっぽいな。レイジングフェニックスが出てくる、レイジングの効果起動してサーチ入れる。もうここにうららしかないんだよね。ちなみにここに墓って言われたらもうなんか本当におつやみたいになるんだけど、ちょっとここ頼むマジで通ってくれもうここでヒートとかされてもよし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 、通ったのでかすぎ、通ったのでかい。あとはすびきの罠とかがどんぐらいかだね。トカ姫が一応墓地いるから、トカ姫は絶対あるとして、でサンクシュアリが発動される。オッケー、なるほどね。いや、あの2枚があと何かだね、手札に。おっせえ、何見るお前よ。ちょ、ニビルとか結構効くからさ、サラマングレイト。ニビルとか来るんなら早めに来いよみたいな話あるよな。まあ、とりあえずね、ガレーシャー君の、効果によって、トガ姫の、効果を牽制しながらね、動いていきましょう。で、フラクトールからの、キットからの、ナーベルからのキャラスを持ってこさせてもろて。でちなみに、これガレーシャー結構強いのはね、ガレーシャ破壊されても自分の墓地から炎王種族モンスター蘇生できるんで、なんか意外とね、これね結構ね耐久値高いんですよね。でしかもトガ姫の効果を無効にできると。でケラスの特殊召喚で効果発動して、あー、トガ姫か。まあこれ今ちなみに手札に炎属性ないから破壊できねえやガレーシャの無効効果使えずまあしょうがない、いいだろう。でトガ姫特殊召喚される。でガルドニクス墓地効果と、ね、これこっちだっけな。まあ、一応、わらし持ってるかもしれないんで、ガネーシャチェーン2にして、まあ、ガネーシャでちなみに、出てくるモンスターは、効果が無効になってるっていう話がありまして、レイジングフェニックス、オッケー。レイジングフェニックス、オッケー。飛んでくる、打点これやばいことなんだ。いくつだ ?5000 ぐらいか。5000か。で、まあちょっと一回ヒットでしょ。で、ガルド特殊召喚で、ガルド効果。まあキリンですね。さすがにね。キリンですね。何ですか、このチェーンは。このチェーン何ですか？うわー、うぜえ。やるやん。なるほど。やりますね。これは非常に痛いですね非常に痛いですね。いやー、これわかんねえ。これどうしたらいいんだろう。一旦これ2ビルとかいらないからこうするよな。モンスター数を とにかく増やしていくしかねえ、これは。で、黒魔女ディアブルスターの効果を発動するぜ。で、ディアブルスターの効果で、まだなんかあんの？これなんだこっちへん。あ、ウィーゼル？ん？あれ？ちょっとわかんねえ。なんかチェーンあるな。
とりあえず一回反逆セットして、で反逆の効果使って一旦、押し込まないと破壊耐性ガチでめんどくさくて、サラマングレイト、サラマングレイトの破壊耐性マジで終わってんだよ。あーそれか、あーコードオブソウルか、リンク召喚する。でもこれ別に出てくるもん強くないよな、炎属性しか出せない、そんな言うて。あーパイロね、でもこれが転生リンクされることないよな、大丈夫だよな。パイロフェネックスと転生リンクしたときにこっちのカード全部破壊してる効果あるんだけど、まあ、一旦これちょっとエルフを出しに行くしかないかな。エルフ出してで、効果無効になってるんでキットはまあ結構どうでもよくて、でもう一回これキットを蘇生することによってキットの効果を有効にしていくスタイル。パイロ、あこれバーンね、あ OKOK、まあ、1400万はいいわ、1400万はいい。でケラスちゃんの効果起動します。まあ一旦2を普通に出しに行くしかないか、まあ、4いきなり行ってもいいのか、4いきなり行ってもでも勝てねえか、パイロフェニックスうざ。まあ2枚ゲームから除外してですね、これ総流行ってバウンスあるな結構。これ結局破壊耐性がマジでうざいんですよね。でエルフ作るでしょ、でキット特殊 OK、 とりあえずキットとエルフの効果使って一応なんかリンク値は稼げる気がする、かなり。で総流効果使ってリリースして、まあどっちでもいいか、これはちょっとレイジングは一旦帰ってもらうか。でキットの効果起動、これで一応バウンスと除外をめちゃくちゃ駆使してあれですね、破壊を返さない除去で一応モンスターを除去することはできましたね。一応これで強調のシュライグいく、こことこことここいけ、リンク4、あれあれよ、トライブリゲード、強調のシュライグ、リンク召喚成功時の効果を発動。お前ゲームから除外される。よし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 。いやーまあでも打点的にはこれが限界か。トガ姫で蘇生して、キル取れねえもんな、トガ姫で蘇生しても。いや多分これが限界だから、これ普通にこれでバトルして。てか妨害としてもこっちの方が質高いよ。多分、この、総流のバウンスと、強調のシュライグの効果がエルフの蘇生で起動できるから。で、自分の墓地にはと、ガルドがいるんで、いやこれなかなか強いと思う、これかかってこい。いや頑張れ頑張れおっさん、頑張れおっさんと鳥全然栄養関係ないけど今この盤面うらら、うらら召喚、うらら召喚、なるほど、これはどういうことだ。ああそういうことか、なるほど、一体でアルミラージ、ああそうだそうだ、サラマングレートいないと蘇生できないもんね、いろいろな、はい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 、サラマングレートリンク先に何が出るのこれ、あーウィーゼル、はいはいはい、ウィーゼル効果、ミラージュスタリオがこっちに送りつけられてワンドロー入れるか、まあ、それはいいいいでしょう、このワンドローでワンチャン作ってくるってか。あトガ姫、なるほど、これ総流、これさ対象取ってさバウンスしたらさ、これ両方とも破壊できないじゃん、これトガ姫出てこれない説ある。総流効果発動、自分リリースしてちょっと一回このアルミラージとかいうモンスター戻ってもろて、これ熱いんじゃない、これこうしたらさこれで戻るじゃん、でトガ姫が出てこない、来た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 ぞ、これ熱い、トガ姫出てこれない。あでフォクシー、はいフォクシー効果、あーでガゼル、何ガゼルからの、あフォクシー、なるほどなるほど、あスピニー、なるほど、いやでもまあ大丈夫、これミラージュスタイルさすが2枚入ってない、多分まあ入ってても別に除外すればいい。これどうした、引いたか引いたか、これ引いた、よし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 、これエルフ効果発動、対象キット即手召喚、特殊が成功し効果、
お前消えろ。よし。さあ、相手はの手札1枚。よし、オッケー。よし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 。切ったこれ。まあ一応して警戒するか、あんま警戒する必要ないと思うけど、一応ね、まあ、念のため一応って話なんだけど、まあキット効果発動します。まあカード2枚除外してなんか適当に出せばいいか。いやシュライグさんマジ頼もしいな。シュライグパイセンマジ頼もしいわ。シュライグパイセンマジ頼もしい。本当になんか獣の味方、獣は全員の味方。あ、無限ホイオッケー。まくったオッケー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 。この激方レイジングフェニックスとファイロ&サラマングレイトポチの構え、除外とバウンスで勝利できるのなかなか強いでしょこれ。これ準炎王にはできないゲートなんじゃん。いやー、まあ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 、ハンド的には悪くないですね。ちょっと何にもないですけど、なんか弱くはないこのハンドは。エクセル、はい、了承です。炎王か、まあ、炎王めんどくさいけど、シュライグくんが頑張ってくれたらいいなって感じするんだけど、シュライグまでいけるかな。意外とね、でもなんかそのリンク召喚系の効果通ればシュライグくんまでは結構いけたりするんだけどね。ちょっとなんかうるさいからもう使うわ。もうなんかあの無効系とか出てくる前にもううるさいから使おう。あのキリンでキット落として、これね結構ね強くて、これ次のターンの準備できるんですよ。このハンドは妨害はないんですけど、相手のターンのキット爆破して、でキットの効果と、それからポリポリの効果が起動できるので、一応、まあ、スネークアイ追走撃どうぞ、スネークアイ追走撃どうぞ、でポリポリの効果によって出てきて、炎王マジックトラップカードをサーチできるんで、まあ、一応準備は相手のターンですけど、準備はこのターンにできたと言っておこう。はい、追走撃ディアベルス OK で、ナーベルおぼちょくて、でナーベルの効果で、あ、ポニクスの効果とナーベルの効果で、ナベちゃんの効果で、まあこれは普通にケラスとかでいいですかね。まあフラクトールでもいいか別に。あ、フラクトールでいいか。はい、これで一応炎舞天気止められても、一応フラクトルから入れるという話ですね。さあこれでエクセル効果いいよ、いいでしょう。なんか激闘が繰り広げられそうな気配するな、これ。激闘が繰り広げられそうな気配するわ。炎王 VS 炎王鉄獣、炎王スネークアイ VS 炎王鉄獣、これどっちが強いんですかね。まあそれは先行有利みたいな話はありますけどね。え、 LL リリカルルスキニアリサイトスターリング、どういうこと、どういうこと、リサイトスターリングの効果、あ、そういうこと、あ、へえ、おもろ、なるほどね。確かにそれサーチできるのか、鳥だからな。へえ、なるほどなるほど、確かにですね。あ、スネークアイそこも相性いいのか。まんまリサイトスターリング入れてる人見たことなかったですけどね。あー、でプランブレージ出てくる。はい、どうぞ。さあ2枚でロムルス、やべ、全然知らねえよ。スネークアイ展開きた。何これ、なんかすごい不思議な展開してるね。見たことない展開してるぞ。なんだこれ、何が起こるんだ一体全体。ドラグニティナイトロムルス効果、まあ一応竜の警告持ってくれますね。まあ別にちなみに展開に縛りは入んないんでね、あのスネークアイ炎王デッキは。警告、なるほど、何落とすんだこれ。警告効果、かがり火落とす、かがり火落とすってことある。あ、でもまあボブルスコとか使ってからもういいな、いいのか別に。あ、デストルド、はい、デストルド7シンクロ、7シンクロ、はあ、はあははあ、7シンクロ効果、あ、エンシェントフェアリー、あ、これでポニクス出すってこと。あー、面白いね、へー、あー、そういうことか、おもろいなこれ。なるほど、新炎王ポニクスちゃんの効果で炎王の聖域持ってきて、で聖域発動してって感じか。なるほどね。でフィールド魔法破壊する、共闘ウォーターフロント、
あ、え、でもこれちょっと断っちゃうよね。それ断っちゃいません？ちょっと本当にわからない。炎王の孤島で、ポニックス爆破してガルドニクス、なるほど。でガルドニクス出てくる。はい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 、なるほど。ガルド出てきて、でガルド効果でまあなんか破壊して、あ、ガルドニクス破壊する、聖炎をガルドニクス破壊して、聖炎をガルドニクス効果発動して、炎王真珠の方のガルドニクスが出てくると。なるほどね。はい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 、そういうことですか。でレベル8のモンスターが2体でオーバーレイディンギルス。はい、あ、これで破壊耐えるってこと。やべ、ちょっと傍聴くられた、マジクソ共闘ウォーターフロントでことを、あ、でこれでギンギルスで耐えるのか。やばい、ちょっとなんかやばいかもしれん。共闘ウォーターフロントはもしかしてこれあれですかこれ炎王スネークガーに見せかけた、あのガメラでデッキってことはないですよね。あ、トガ姫、はい、トガちゃん出てくる。でトガちゃん効果、はい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 、トガちゃん効果でハッつける、あー、じゃあはつけんじゃねえ、特召喚、なるほどなるほど。でガル、トガ姫とディンギルスでアンブロエル、はい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 。で共闘ウォーターフロント効果、カウンターが4個たまる。ガメラ、え、これガメラどう出すのこれ。ガメラの出し方わかんなくて草なんだけど、バリケードベルグ、ああ、これはっつけるってことか。フランベルジュで、フランベルジュではっつけるってこと。え、でもこれ栄養神定症でどうにかなるよね。これ相手のターンでしょ、特殊化するの、フランベルジュ君の効果で。え、これ栄養神定症でこれさ、ガメシエルぶっ壊したらさ、相手なんかガメシエル出てこなくねあー、このターン出てくるのか、やっば、うわ、それはやばいわ、カメじゃねえか。ことを回収できるのかい、バリケードの効果で。つえな、おい、お、なんだよこの最強デッキ、カミ合いまくってんじゃねえか。おい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 、ちょっと待ってくれ、おー、ちょっと待ってくれ、これマジ、さすがにガメシエルはマジ。演武天気発動やばいな、これは、ちなみにガネーシャを持ってくることができますので、ガネーシャを出すしかないんじゃないですか。ガメシエル君の効果なんか無効にするしかないんだから、栄養獣ガネーシャを一応これ持ってこさせてもろって、でこれガネーシャ召喚してから動くしかないってこと。ガネーシャ召喚一応牽制でフラクトール効果、フラクト、あー、ガメラで、あとカウンターは3で、これ一応ガネーシャ効果っていう、ガネーシャ効果っていうガメシエル効果、え、これカウンター1だ、来た来た、いけるぞ、いけ、炎王神天章発動、炎王神天章の効果により、ガネーシャのと相手のガメシエルを爆破、いける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 、いや、これ破壊しダメ、これコストなくなるから、これでガメシエルを処理、抹殺強ないえ、抹殺強ないですよね。いや、抹殺の指名者炎王神天章指名はないわ。ちょ、マジ今めちゃくちゃ惜しくなかった。